はい、皆さんこんにちは、ペペペです。今日は一人焼肉専門の店、焼肉ライクに行ってきました。ぼっち飯、ぼっち焼肉って、もちろん専門の店じゃなくても自分で俺一人で食べるよって決心したらいくらでも食べれないことはないけど、ある程度自信と勇気は必要かと。さらに店の都合というタイミングによる迷惑も考えてしまうなどの心配も無用。ここはあからさま一人席が多いから一安心する。帰り道のぼっちサラリーマン、仲間と一杯飲んでるけど、2軒目はバイバイさせられたサラリーマン、今日はどこ行こうかな、ブラブラしてるサラリーマン、仕事は終わってるけど今日は終わってないって方、焼肉ライク、日本語で言ったら焼肉好きやでかな。あのいいねマークも YouTube 流行り狙ってるよか。チェーン店だからつって気楽に訪ねたら予想外の大行列。いつも思う、日本ではチェーン店舐めちゃいけない。その見本でもある行列、この間の日高屋も行列だったよな。お肉の匂いとお肉の焼いてる音がしなかったらまるでここは図書館だ。養分を頭に活かせるか体に活かせるかだけが違う。勉強もいいけど、まず元気になろう。今日だけは HP に全振りしよう。必要なものが一人のスペースに全揃い、一人一台の煙のないロースターで好きなだけ楽しめる一人焼肉店。キャッチプレイで真面目すぎ。食べてる時は気づかなかったけど煙が一切ない。サラリーマンだったら給料あって買った大切なスーツにつくお肉の匂いも気になるでしょう。そうそう、帰り道ぼっち飯ようこそ感満載。お肉も人気順並べ、 50g から少なめ注文もありがたい。頑張って食べたら一食で全種類攻めれるんちゃうんかな。ホルモン、タン、カルビ、チョレギ、飯は大盛りで注文しました。火をつけてお待ちくださいと。はーい、ごめんよーす。焼肉だけではなく火鍋もすき焼きもいけます。全俺泣かせよ、泣きましょうよ。タレの種類も豊富、自分の食べたいものでよりどりみどり、これは嬉しいですね。こんなに種類あったら自分だけの秘伝ソース研究開発もできるかと。いいレシピあったら教えてください。ある程度決まった味のソースかと思いますけど、ドストライクって一体何でしょう、気になるわ。会計も自動化、飯を作り掃除すること以外は全自動化。日本の一人飯の文化は本当に羨ましいとこが多いです。一人でも寂しくないってのがまさにこう。はい、これで今日のセレクトです。これはお味と栄養バランスもうまく考慮した立派な夕食のつもりです。飯もあり、お肉、お酒も、目の前には火もついてます。周りは人々に囲まれてるけど、みんなが自分の食べ物だけに集中してる。俺なんか誰にも見られてない、話しかけれることもない。スマホ立てて YouTube 見ながら食事するのもあり、お一人お家で飯食べてる気分。スペースも上手に活用、箸はここに入ってますね。箸箱のスペースすら無駄にしてない。食べてる途中の動画ですみません。あのくぼみ気になってたけど、トレーぴったり入っちゃう気持ちよくさせる癒し動画ですね。細かいことまで計算されてる。まずはどれにしよう。ちょっとしたニンニクとドストライク。でかい冒険は怖いけど、ちょっとした冒険ならクリアしていきたい。冒険を積み重ねることで自分にも気づかなかった人生のサブケストとかいつの間にか達成できてるはず。まずカルビからいきます。火力も良し、一人ですからロースターのサイズもこれで十分。日本のミニマリズムを見てると大きく作るのが難しいか小さく作るのが難しいか考えてしまう。世の中必要なものってたくさんあるけど、必要ないものがないことも必要だから、必要ないストレスもロースターに一緒に燃やそう。お肉に少々味付けもあるので、まずそのままいただきます。おいしい、ご飯が進むって幸せ。牛丼も好きですけど、牛丼食べ過ぎた次の日ぐらいがちょうどいい。お肉の存在に感謝の気持ちが増す。ドストライクもどあたりです。ふりかけって書いてありますね。ライスの上にかけて食べることもあり、なんとなく慣れてる味やけど、この慣れてる味お肉にふりかけてもいいですね。ご飯にだけ使うのはもったいない。今日一日頑張った、今日は頑張れなかった、うまくいかなかった、違う、わざと頑張らなかった、どれでもいい、関係ない、今日のことなんて振り返らなくていい。
乾杯。一気飲みは良くないと思います。グラスが小さかったんかな。よろしければ皆さんもご一緒に。次は牛タン。忖度はいらない。陰キャも陽キャもここでは自己ペース。思いやりがあるとしたら自分に思いやる時間。俺だけは俺のことこき使っちゃいけない。世界で一番自分のこと好きになろうよ。美味しいものを自分に与えよう。元気と幸せを自分に与えよう。ビールはこぼしてしまったからレモンサワー追加。おいしい。そろそろホルモンにしよう。もうちょいかな。どれにしようかな。ソースに決まりはない。あるとしてもない。自分で決める。正解はない。選択だけがあるよ。お肉が飯にマウントするとお肉がもっと美味しくなり、ご飯も進む。ご飯のためのお肉か、お肉のためのご飯か。ベホマズン効果。牛タンにはどれにしようかな。ここはレモンだ。牛タンにも俺の胃袋にもビタミン C かけよう。本日の栄養素確保完了。おいしい。真面目に一人お家でコンロつけて飯食べてる気分。皿洗いもせずに済む。後ろに布団があるとしたら完食してそのまま横になりたい。寝つきもいいでしょう。あっという間に平らげてしまった。もっと食べようかボロボロしようか迷っちゃう。日本ではいつも食べ過ぎてしまう。毎食4時間ぐらい食べていたい。12時間食べて1日終わりにしたい。お酒とお肉を両手握りしめてると金持ちになった気分。これ以上は手つけれないほど忙しいんだ。食べよう。いただきます。一息休憩もよし、美味しい一食でもよし。ぼっち軽飲みでは最高。焼肉って人類和ませてるよな。会計分けるわけないもあるんだ。どこまでセンシティブやね。花金なんとなく本意でも不本意でもぼっちになったとしたら深く考えずに一人焼肉立ち寄ってはいかがですか。今日もごちそうさまでした。